はだやんゴルフチャンネル。見てくれてありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。というわけで今回は、2021年後半にですね、たなやんチャンネルでアップした動画のバーディー集を集めてみました。ぜひ最後までご覧ください。それではどうぞ。続いて11番ホールですね。パー4、289ヤード短い、少しラインを出していくような感じのショットで、さっきね左にこれで引っ掛けてたのでと思いながら打ってるんですけども、少し鋭角に入ってしまってネック側に当たってますね。ここの芝も結構薄かったんですけども、52度で、ピッチエンドランですね。だいたい8ヤードから9ヤードぐらいかな、キャリーさせてグリーン面に乗せて転がっていくアプローチ、これがなんと入ってしまってバーディーです。まっすぐです。これ左側 OB なんで、右の斜面に当たったらこれフェアウェイに戻ってくるんで、それでいいやっていう感じで振ってます。はい、もうなんか狙ってスライス打ってるようなスイングですけどね。ここまで落ちてくれて残りが、90ヤードちょっと、52度で打っていきます。これはいいショットでした。このホールもやっぱりちょっと手前から攻めるのがいいと思います。奥にはバンカーもありますので、入りました。バーディーパットだからといってなんか時間をかけるとかっていうんではなくて、やっぱり自分のルーティーンを再現するということが非常に大切なのかなと思います。続いて15番ホールパー3、短いんですけど、これ手前のバンカーが非常に大きく口を開けていて、ここに入るともう非常に難しくなります。ただこのホールも奥から速いので気をつけないといけないんですけど、115ヤード手前から攻めようと思って48度で振りました。私は真横からのなので、かなりフックラインになります。前のホールボギー取ってるんで、またバウンスバックが欲しいという状況でバーディー狙っていきます。入ってくれましたね。これは嬉しかったです。このホールのグリーンは本当に難しくて、いつもスイーパットとかしてるので
ここのホールでバーディーを取れば70台が出せるっていう状況でしたので、1個前のホールでトリプルボギーで抑えられたのは良かったなと思ってティーショット打ってます。ここも短いホールなんで最短で、あの木の上を越えていくようなショットが打てると、もう残り、まあ、ピンが奥に切ってあったので、どこまで突っ込めるかっていうところですね。これピン手前に切ってある日なんかもうバンカーも効いてるんで非常に難しいんですけども、今日は奥なので思い切って攻めます。これも打った瞬間に完璧だという感じでもう大満足でフィニッシュ取ってます。めちゃくちゃ打った。風吹いたら入りますね。ありがとうございます。4センチ、5センチ。ありがとうございます。ナイス。いい球。最低限はします。うん、おい、ナイスボール。はい、続いてはパー5です。ここは500ヤードぐらいなんで、まあ、セカンド打ち上げでちょっと体感的にはもう少し長いかなっていうホールなんですけど、右裾でも OK。狙った通りというか、右の裾からちょっと撮影できてなかったんですけど、セカンド打って今度3打目ですね、残り160近くあったと思います。これはいいショットでした。しっかり芯を捉えて、切り返しても力みなく軽く触れていると思います。5メーターぐらいですかね、ちょっとフックラインで下りも入っていて少し難しかったんですが、同伴者の皆さんに予告バーディーをして打っていきました。これが止まりそうだったんですけど最後転がってくれてバーディーです。これは嬉しいバーディーでした。以上2021年後半の、バーディー集でした。いかがでしたでしょうか。
やっぱり70代安定のためにはバーディ率を上げることがポイントのように思います。2021年 7% なので、もっともっとピンに絡むショットを増やしていかないといけないと思っております。ありがとうございました。かなやんゴルフチャンネル見てくれてありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。最後の最後にスーパーショットが出ました。もうあと5センチで入るとこだったんですけどね、皆さんから最後5センチでもちゃんと打ってバーディーを取って締めくくりましょうということでバーディーパットを打たせていただきました。触っただけで入る状況ですけど、ライン読んで、80ギリです。撮影している時に、70代が出たのが初めてなので、めちゃめちゃ嬉しかったです。